続いてはサッカーです。サッカー J2 ロアッソ開幕から負けなしです。ロアッソはおととい、リファーレン長崎と対戦し、2対0で勝利しました。開幕から好調のロアッソ、前節に続いて九州のチーム長崎と対戦しました。前半9分、岡本のドリブルから上村、倉川が相手をかわしてゴール前にクロス、合わせたのは清武、今季4点目となるゴールで先制。41分にはフォワードの平重が倒されて PK に。今日は平重自分で行きますか。このスタジアム落ち着いて決めた。自ら決めて長崎を突き放します。後半長崎に攻め込まれ苦しい時間が続きますが、ロアッソは新加入のキーパー佐藤を中心にゴールを守ります。途中交代で入った斉藤が再びロアッソにチャンスをもたらします。斉藤が奪ったボールを牧がワンタッチで前に、そこに再び斉藤、ゴールへの執念を見せます。最後まで走り続けたロアッソ、2対0で完勝です。あの先制点のシーンね、こう気持ちのいい流れるような攻撃からの得点でしたよね。そうですよね。の平重選手も今季初得点ですし、はい、清武選手はもちろん4得点目というとね、まあ、あの両選手とも落ち着いて決められたというふうに話していたので、これからもまた得点楽しみですよね、はい。さて今回のイケアの視点では、今シーズン初スタメンフル出場したあの選手の動きに注目しました。2対0で危なげなく勝ったロアッソ、5試合負けなしで単独首位に立ちました。イケアさんが今回の勝利の立役者として挙げたのは、ベテラン牧誠一郎選手。攻撃守備ともに起点になっていたといいます。前半41分の PK を得た場面、清武が奪ったボールをこの位置で牧が受けたことが攻撃のチャンスにつながったといいます。前半の PK 取ったシーンなんか、まず牧が起点になったと思うんだよね。奪った後にやっぱ縦に入ってそれを追い越していく、そういう動き、ディフェンスが真ん中に寄るということですよね。もっとサイドが空いてくるっていう、それをうまく使って清武、平重っていう、まあそういうコンビネーションが出た、理想のカウンターだったっていうのが。一方、守備でも体を張ったプレーで失点をゼロに抑えました。前線からチェーシングして、やっぱり彼が限定していったっていうこと、前線からの牧のまずチェーシング、守備ということ、まあ、すごく効いていた、ゲームだったと思います。今日はもう攻守において牧のやっぱり今日はプレーっていうのが、すごく光っていたなって。ベテランの牧選手のあの姿というのは、若手の選手にとっても刺激になりそうですね。そうです、35歳ですもんね、はい、いやその刺激になりますよね、はい。あの牧選手が、ね、攻撃だけではなくてこう守備でも貢献していることが、この失点の少なさにつながっているということなんですね。そうですね、まあ、フォワードの選手なんですけれども、まず守備でもその、まあ、チームのこう役に立っているということですね。それでは順位表です。4勝1分けで負けなしということで、得失点の差が5でチーム史上初の J2 単独首位に立ちました。やったー、キラキラがね、はい、キラキラもうキラキラと今日はしました。はい、嬉しい、ね、これをねぜひそのシーズン終盤まで続けてほしいんですよね。そうですね、はいはい。さあ次節はホーム戦になります。馬鹿の予感のスタジアムで来月3日日曜日に清水エスパルスと対戦します。以上スポーツでした。さあロアッソ熊本です。サッカー J2 のロアッソ熊本はおとといアウェーでリファーレン長崎に2対0で勝ち、クラブ史上初の単独首位に立ちました。今シーズン初
熊本からも多くのサポーターが駆けつけたバトルオブ九州。相手はかつてロアッソの指揮を取った高木拓也監督率いる長崎です。好調のロアッソ立ち上がりから見せます。前半9分、古川のクロスに清武。ノーナイスボール。清武の3試合連続ゴールでロアッソが先制します。決めたのは清武。勢いに乗ったロアッソはその4分後、平重からのクロスに再び清武。惜しい。追加点が欲しいロアッソは前半41分、カウンターからチャンスを作るとペナルティーエリア内で平重が倒され PK のチャンス。平重が落ち着いて決め2対0とします。直接打つか、左足、シュートダウンを狙う。開幕から4試合でわずか1失点のロアッソ。ゴールキーパー佐藤を中心に安定した守備を見せ、この日も長崎を無得点に抑えました。ロアッソは開幕から引き分けを挟んで、なんと負けなしの4連勝。クラブ史上初の単独首位に躍り出ました。いや、こちらも拍手ものですよ。本当に嬉しいスポーツのニュースが続きましたよね。ですね。本当、攻撃と守りが清家さん噛み合ってますね。そうなんですよ。本当にもう連携プレーが一体となって、もういい効果が出たと思います。さあ、順位はですね、セレッソ大阪に得失点差で1位、ロアッソ熊本になっています。もうずっとこの順位を守って本当ですね、欲しいんですけれども、ロアッソ次の試合はこちら、ホームのうまかなよかなスタジアムで昨シーズンまで J1 の清水エスパルスと対戦します。さあ、続いてはこちらの絶好調ロアッソです。開幕から4勝1敗5試合負けなしで単独首位に立ちました。おととい、アウェーで長崎とのバトルオブ九州に臨んだロアッソ。前半9分、得意のカウンター攻撃から岡本がドリブルでボールを運び、上村から倉川へ。38歳のベテラン倉川がジャンプ1番、相手ディフェンダーをかわしクロス。清武が合わせ先制に成功します。これで清武は5試合で4得点、エースナンバー10にふさわしい大活躍です。その後、23分、30分とゴールの枠を捉えた長崎のシュートはゴールキーパー佐藤がファインセーブ。すると40分にもカウンター攻撃。清武のパスカットから牧清武とつなぎ、ペナルティーエリア内で仕掛けた平重が倒され PK を得ます。熊本平重、自分としては不本意、この PK を平重が自ら決めて貴重な追加点。平重の今シーズン初ゴールで2対0とします。後半も33分にゴールキーパー佐藤がファインセーブを見せるなど無失点。2対0で勝ち、開幕5試合を4勝1引き分け、勝ち点は13、単独首位に立ちました。単独首位です。チームとしてどうでしょう。らしいですね。まあ、聞きましたけど、まあ、僕たちはまだまだ挑戦し続けるだけなんで、まあ、おごらずに頑張りたいと思います。ロアッソは開幕から4勝1引き分けです。次の試合は来月3日日曜日、ホームに元 J1 の名門清水エスパルスを迎えての一戦です。 RKK テレビで実況生中継します。さあ、続いては好調をキープしているロアッソです。おとといアウェーでビファーレン長崎と対戦し2対0で快勝。 J2 参戦以来初の単独首位に立ちました。今季負けなしと好調のロアッソ、九州ダービー長崎との対戦に臨みます。試合は前半9分、倉川が中央に折り返したボールに合わせたのは清武。開始早々の先制点、清武は3試合連続の得点です。守備陣も踏ん張ります。
前半29分にはペナルティーエリア付近からの強烈なシュートをゴールキーパー佐藤が好セーブ、得点を許しません。そして前半41分、平重がペナルティーエリアで相手のファールを誘い PK に。熊本平重、これを落ち着いて決め2点目。その後もロアッソ優勢のまま試合は終了。2対0で今季4度目の完封勝ちです。では順位表です。勝ち点はセレッソと並び13ですが、得失点差で単独首位に立ちました。 J2 参戦9期目で初めてのことです。まだシーズン序盤ですけれども、このままの勢いで勝利を重ねたいところですよね。首位ですからね。はい、次節は来月3日、今季 J1 から降格してきました清水エスパルスとホームで対戦です。応援しましょう。